ええ、こちらは大丈夫です。お気遣いありがとうございます、ソンヒ。よ、ソンヒは何だって？ああ、いえ、こちらに変わりないかとのことで、それだけです。へえ、美人のボスからそう怒られちゃ粋に感じるってもんだな。私は主に恵まれているんです。前に仕えた範純義もいい主でした。あの範純義とのことを話すには少し遡って説明が必要でしょうね。構わねえよ、俺は時間だけはたっぷりあるんだ。それなら遠慮なく。少し長い昔話をさせていただきましょうか。おお、存分にやってくれ。私の父親ははぐれ神言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロツキでした。そんな父に殴られながら、私は貧しい少年期を、どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも、私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。かなりすさんだ子供だったと思います。自分にちゃんと居場所があると思ってる人は実は仇でもそんなに多くないっていうぜ。誰もがそれぞれに孤独を持つというわけですか。確かにそうなのでしょうがね。悪いな、話の腰を折っちまったか。本物の範純義も私と同じようにやはり貧しく疎外された環境で育ちました。しかしその強さや頭のキレ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで、やがて父世代の男たちが老いていく中、範純義が大きな力を持つようになったのです。実際チリジリだったはぐれ神言派は彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場会とは対照的に、神言派は着実に存在感を増していきました。大した男だったみてえだな、その範純義は。ええ、しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。私は実の父から薬を盛られ、眠っている間に顔を整形されたんですよ。マジかよ、ボスに取り入るためにそこまで。影武者を差し出された範純義は苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと我々親子を受け入れたのです。ちなみにその親父さんは今どうしてるんだ？死にましたよ。もともと体を壊してましたが、好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。家族仲はまあきっと良くなかったんだろうな。範純義は自分の振る舞いを覚えさせるべく、可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。私と範純義は明白な主従関係にありましたが、それでも長い時間を共にする中で笑い合い、二人で酒を酌み交わすこともあったのです。それを双子の兄弟のようだったといえばあまりに僭越でしょうがね。今のあんたの話し方なんかはその範純義仕込みってことか。本物の範純義にはもっと品がありましたよ。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われるとますます気になってくるな。何がですか？
いや、あんたも下ネタとか言うのかなって思ってな。下ネタ？なんで今そんな話を？だってよ、本物の半純義は上品だったんだろ。当然下ネタなんかは言わないわけだ。ねえ、半純義の口からそんな話題は聞いたことがありません。だけどあんたは影武者なわけだから内面は別人だ。まあそうですね。だったらあんたは下ネタとか言ったりすんのか？バカ話とかダジャレは？昔はその手の話もしましたけどね。おお、あんたの口から聞いてみてえな。やめときましょう。半純義の名前に傷をつけたくないので。あ、すまない、変なとこではしゃぎすぎちまって。いいえ、思ったことをそのまま言う春日さんのメンタル嫌いじゃないですよ。ありがとうよ。まあそんなこと言いつつ、俺が本当に聞きたいことは一つなんだがな。何です？そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか、あんたの本当の名前。え？まだ嫌か？いえ、少し驚いただけです。別に何も問題ありません。この世に生まれた時、私はキム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス？もうその名前に戻る気はありません。本物の半純義ももうなくなりましたから。その本物の方は頭に銃弾を受けたっつったっけ？ええ、東京へ進出していた広島の組織とごたごたがありましてね。その時あの人の死で神言派は事実上の壊滅となったのです。当時私は半純義としてカムロ町の敵対組織に睨みを利かせる役でした。ところが本物のボスが死に、カムロ町でわずかだった神言派は張り子の虎。もしそのことが敵対組織に知れれば一気に駆逐され命さえ奪われかねません。俺だったらすぐにカムロ町を脱出するね。何もかも放り出してね。ええ、私もそうしました。共にいた数少ないメンバーたちもです。しかし神言派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな、その状況は。わずかな望みをかけた先は在日のコミュニティです。しかし彼らはマフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。今にして思えば、仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ取り乱し、同胞を見殺しにするのかとつかみかかっていった。そうか。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。そして私が連れて行かれた先は異人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは、孫飛の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーたちでした。コミジュルもかつて神言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。カムロ町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。そういや前に孫飛も言ってたっけな、コミジュルは神言派を母体にしてるって。ええ、コミジュルは落ち人村のようなところです。だから息を潜め極めて閉鎖的でいます。そして長年遠巻きにカムロ町の神言派を伺い、その動向を見守っていた。そこで私は運よくコミジュルの差し伸べた手に救われたというわけです。さらに孫飛は本物の半純義の身に何があったのかを私に教えてくれました。
広島の組織が使う殺し屋に頭を撃たれたのだと。物陰から不意をつかれてね。殺し屋か。もしかしてあんたはそいつを。いいえ、その殺し屋も存在が知られた頃にはすでに死んでいました。私には敵を撃つ機会さえなかったんです。それからは失意の日々でした。しかし抜け殻のようになっていた私の回復を孫妃は根気強く待ってくれました。彼女は出世のため私の顔を変えた父よりも家族で、兄と慕った半純義に代わる姉です。今の私にとって孫妃の期待を裏切り失望させることほど恐ろしい事態はありません。そして春日さん、あなたは私にとってどういうボスになるのでしょうか。この先どうなるのか楽しみです。俺は別にあんたのボスになった覚えはねえよ。今のところはそうだな、飲み友達ってとこでいいだろう。なるほど。では私もその期待に沿うようにしましょう。これでやっと自己紹介が済んだってわけだ。なかなかの人見知りだな、キム・ヨンス。